はい、こんにちは。今回ですけれども先月に行きました北海道札幌ですね、そこで、石山緑地というところに行ってきました。いつもおなじみの斉藤さんと行ってきたんですけれども、そこで、ちょっとどんなところか視察を兼ねて行って、また歌いなぞを歌ってですね、声の響き具合みたいなものをですねちょっとこう見て、聞いてやってきました。それをご覧いただきたいなと思います。では参りましょう。ちょっと斉藤さん、はい、今日はこれ北海道の、石山緑地というところに、来ております。で、ここで何かできたらというふうなことでここに来てるんですけども、すごいところで、すごいところで、さっきもちょっと歌ってみたんですけど、やっぱここ気持ちいいですね。ちょっとこれぜひやりたいですね。ぜひやりたいですね。お、すぐ。これが石山ってことですか？石山緑地ですね。はい、札幌軟石っていう石で、はい、例えばこれで蔵とか昔は要は建築用の石で切り出しをして、その切り出した後なんですよ。おー、はい、フェリーです。あ、フェリー、あ、積んで、京都で積んで、いや、ありやね、ありやね、確かにありやね。一人よろぐ西の海の押し込む隅の家、ここは高さの松の色添い、これも孤独に視界の見静かにて、国もごぼさまると気づかぜ、枝を鳴らさぬ身よなれや、愛に愛を祈る松こそ根で得たありけれ、芸にや仰ぎてもことのおろかやたかるように、住める民とて豊かなる君の恵みぞありがたき、君の恵みぞありがたき。千秋楽は民はなぜ、漫才楽には命はなわず、愛は稲松風さ、三の声ざたな
しむささの声ぞ楽しむ。さていかがでしたでしょうか。なんと言いますかね、広大な、さすが北海道、土地がたくさんあると言いますかね、広いですよね。で、天気もある程度良かったんで、青空も見えまして、いい感じに撮れたかなと思います。いずれここで何かができたらいいなと思っておりますので、今回は旅のブログみたいな感じになっておりますけれども、夢を皆さんと共有できたらと思います。何かできた時にはですね、ぜひ北海道札幌まで皆さん一緒に来ていただけたらなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。